皆さんこんにちは。パワーローテーショナルゴルフへようこそ。このビデオではハンドファーストに打つために必要なテクニックを紹介していきたいと思います。蛭間さん、よくヘッドが走るとかっていう例える人がいると思うんですけど、自分はちょっと具体的によくわからないので、その辺を教えてください。はい、事実インパクトの瞬間に何が起きているのかっていうことが科学的物理的な、こうなるとヘッドが走ってるんだよっていうのがはっきりしない以上、基本的にはこれ感覚の話だと思うんですよね。シャフトメーカーも何も今のところついてないんで、言いたいこと言いますけど、インパクトの瞬間、ドライバーなんかはよくこうこちら側にしなって当たると言われてて、しなって当たるからヘッドスピードが速くなるとかっていうのがありますけど、でも大概の場合ドラコン選手を見てもですね、詳細に分析をすると、まずここのダウンスイングでしなりますと、シャフトがこういう方向にしなって振動数でここのところでインパクトの少し前でしなったものが今度逆側に行って、ほとんどの場合はこのどんな硬いシャフトを使ってもどんな柔らかいシャフトを使っても基本ですね、こちら側にしなってインパクトをするんですけど、しなってこうしなってる時にインパクトをするんじゃなくて、しなりきって戻る時にインパクトをするんですね。わかります？だからこうしなり始めるじゃないですか、こういう感じにしなり始めて、これが戻るところで当たるわけですよ。なるほど。だからつまりヘッドスピード的にはこっちの方向で当たればヘッドスピードをプラスしてることになりますよね、シャフト的に。でも戻ってるところなんでマイナスになるんですよ。いくつかのケースでプラスのところである人が打ってるところは見たことがあります、データとして。それはあくまでもヘッドスピードとその人のこのダウンスイングの時のためだったりとか、そういうのがたまたますごい合ってたっていうので、ほとんどのケースでドラコン選手のデータを見ても戻ってるところで当たるわけですね。マイナスの、スピードになってるところでインパクトをするっていうことになるわけですよ。そうするとシャフトが走ってるって何なんだと、いうことになりますよね。あ、これは走りましたって僕が聞いた時の、私の経験ですよ。皆さんが走ってる時は事実どうなってるか分かんないですけども、私の経験でそれを見てる時はフリップしてる時ですね。インパクトで右手首がこういう方向に動いてる時、左手首がカップの方向にすごい動いてる時、これを走ってると勘違いされてる方が非常に多い。これはあくまでも私の意見なんで、シャフトメーカーさんとかがきちんと開発したものに対してもしかしたら走ってるという感覚があるかもしれないですし、正直言うとその走るっていう感覚をもしフリップなのであれば基本的にはなくしてほしい、走らないで打ってほしい、それでもちゃんとしたハンドファーストでインパクトができていればヘッドスピードは多分変わりませんし、強い球が出て飛距離も伸びると思います。なんでハンドファーストでインパクトをするための、今回は左ではなくて右手首の使い方をちょっと練習したいと思います。セットアップをします。これでですね、インパクトの瞬間ってこういう状態になってるわけですね、右手首はこういう状態でインパクトしてるわけです。つまりエクステンション、カップ側の方に動いてる状態ですね。これでインパクトをすればハンドファーストのインパクトができる。逆にフリップをしてる人はこれがこういう状態に、つまりまっすぐな状態になってる、フレクション側に動いたりしてる状態、もっとひどい例になるとこういう状態ですね。でフレクション側に動いてる状態でインパクトをすること、つまりこういう状態でインパクトをする、エクステンション側でインパクトをしてもらいたいんですね。この状態からこういう状態です。こういう状態、それをイメージとしてしっかり持っていただいて、まずはちょっとドリルをやっていきましょう。まずちょっと素振りでですね、大げさにハーフスイングぐらいでいいと思います。とこからですね、右手首がこちら側にずっと折れてる状態で、わざとですねすごい強くシャフトリンを出して、でフィニッシュまでその状態を続ける。実際のスイングではそんなことは起きないわけですけども、ヘッドスピードの速いフルスイングになるとですね、インパクトの時はこういう状態でも、実際にはだんだんこれがフレクション側に動いていくんですね。でもヘッドスピードが遅いスイングであれば、これをキープすることができるんで、ちょっとそのキープをするという感覚を磨くドリルとして、はい、わざとですね、ここからここら辺からこういう状態でのインパクト、ここから今手首がこうなってますね、ここからその状態をキープする、ここからこういう状態をキープするというのをわざと強くしてやってみるというドリルをやってみましょう。はい、そしたらちょっと素振りで感覚を、はい、うん、もうちょっとちっちゃいスイングじゃないと多分ホールドできないんで、はい、そこからそういう感じですね。はい、そのイメージを、はい、そうですね、このまんまこんぐらいまで上げてもいいです。ただこれをしっかりとキープした状態で、はい、はい、そうですね、はい、そういうのをちょっと意識して打っていただきたいと思います。はい、はい、そうですね。はい、はい、そうですね。というような形でやっていただければ、もうちょっとこうハンドファーストのインパクトをした時に手首がどういう形になっているのかっていうことをもっと意識をすることができますし、なおかつその感覚を磨くことができる。やってみて今のはどんな感覚がしました？そうですね、もう全く手を使ってないというか、うん、まあ、手元のプレッシャーが全く変わってないっていうふうに感じました。そうですね、まあ、特にドリルです。遅いスピードなんで多分そういうことを体感できると思うんですね。はい、速いスピードになればなるほど、やはり手首もクラブヘッドが手を追い越しても、これどうしようもない話なんで、追い越してもっとちょっとリリースとしてはですね、この状態からインパクトをした後にですね、このフェースがですね胸の高さでちょうど真上を向くぐらいのまではリリースされてしまうと思うんですね。まあ、それはあくまでもそういうものなんで、それは全然気にしなくてもいいんですけど、インパクトの瞬間はやはりこちら側の方にしっかりとなってるっていうことを、こういうドリルで感覚を磨いて練習していただければ、ハンドファーストのインパクトができるようになるというふうに思います。してる時にで、バックスイングの完了したところ、ここで全てサイドベントに変わるんですね。はい、フォワードベントがサイドベントに変わる。あとはターンが入るってことですね。90度以上のターンが入る。これをぐっとこっちに蹴ってあげると、腰が回り始めるんで、腰が大体まあ40ヤードぐらいキャリーが出る。若干右側に出てって戻ってくる球になるというところが、まず目指すゴールがある。右側に20度傾いてるとちょうどいい形で、このグリップが徐々に徐々に上がってくるところを作ること、そこからクラブがリリースされて、この状態からシャドウ、うん、ナイスショットです。これも入りましたね。このようにですね、つま先というよりかはかかとの、左かかとの外側に重心があるのが、見てわかると思います。ここにデリバリーポジションが来ちゃうと、外に行っちゃうから、もっとここに落としてる感じ、こういう感じで落としてる。そうすればここの左側のギャップを埋めることで